リコンニュースをご覧の皆さん、こんにちは、深川舞です。4月26日から池袋サンシャイン劇場にてスキップという舞台を上演させていただくんですけれども、私はその中で一ノ瀬真理子という役を演じさせていただきます。とても個性豊かな役者さんが勢ぞろいなので、ぜひぜひ見に来てください。舞台の上演に向けて稽古真っ只中なんですけど、もうそうですね、自分の中ですごく乗り越えなければいけない課題が今いっぱいある状態で、声の出し方一つから、あとはその呼吸の仕方とかをもう先輩方に教えていただきながら一から頑張っているところです。お話の中にすごく個人的に好きなシーンはいっぱいあるんですけど、特に私授業のシーンがあるんですけど、その授業のシーンがとっても好きで、マリコ先生が授業するシーンにぜひ注目していただけたら嬉しいと思います。いつも応援してくださっているファンの皆さん、本当にありがとうございます。乃木坂46を卒業して6月で約1年になりますが、これからは一人の女優さんとして活動していけるようにますます頑張っていきたいと思いますので、これからも応援よろしくお願いします。